私はもう逃げ出そうかというふうに思ったんですけど、この監督のですね、素晴らしい人柄、はい、いろんなところで同情してくださったんで、僕たちもどうにか逃げ出さずにですね、やれて、今日いい映画に巡り合えたと思います。私はこの映画の中でですね、八百屋をやっておりまして、かみさんに3年前に、死なれて、そのまま、うつ病になって、それでその、なんていうんですか、八百屋もスーパーにやられて自殺しそうになるという、そういう役なんでございますけど、その最初の脚本の段階ではですね、桂あさみさんとですね、僕は最後は結婚することになったんですね。ただ私がキャスティングされまして、どうしてもイメージが違うと、テーマが変わってしまうんじゃない、何か犯罪の匂いがしてくるんじゃない、そういうようなことで、急遽監督の方がね、私の構成ミスです。本当にあれだけが残念でしょうがないです。今日は楽しんでいってください。どうも。本日は本当にありがとうございます。今日久しぶりにみんなと会いまして、本当に5人の親父のお話なんですけど、いつの間にか3人の親父と2人のじじいになっちゃいましてこういう上映会をどんどんやらないとそのうち死人が出るんじゃないか。本当に皆様のご協力で、もし今日見終わってですね、少しでも何か感じることがありましたら、ご近所の方とかね、遠い親戚とかに少しでも宣伝していただいて、次の上映会ができるようにご協力お願いします。よろしくお願いします。松澤さん、お願いします。皆様、はじめましての方が多いと思います。松澤博明と申します。ご紹介の時に初めて俊明様と言われてしまいました。博明でございます。役中では村上という役をやらせていただきます。私はオーディションで選んでいただきまして、この作品ではお付き合いをさせていただきました。5人の親父ということで、素晴らしい先輩方と一緒にやらせていただいたんですけども、私もついに親父の役をやるようになったんだなと思った時が正直ございました。子供の頃から年配で若く見える人のことをとっちゃん坊やと蔑むように自分が言っていたと思うんですが、ついに自分がそのとっちゃん坊やになってしまったんではないかという恐怖感がですね、ありながらもこの撮影に挑みました。私はお酒いっぱいも飲めないんですけども、落合という飲み屋さんが出てきまして、このとっちゃん坊ややっぱりお酒飲めないんでいっぱいも飲んでないんですけども、劇中で真っ赤な顔をして踊ってます。劇中後半なんですけども、その辺のことも見ていただければ楽しいんじゃないかと思います。もういいから早く映画を見せろという視線を感じますので、若い私はこれで示させていただきます。どうもありがとうございました。